What's up guys? I am A さん、 A さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。何どういう話を。まあちょっと雑談ですか。雑談ですね。フリートークですか。フリートークです。こんな時期なんで。どんな時期だ。何事も動画にしていきましょう。渋谷です。またいや渋谷です。ホームタウンじゃないですか。いやでも渋谷に来たの久しぶりだね、本当に。正直なんか渋谷もなんかこの間なんか話出てたんですよ、うん、なんか逮捕されかけたんで。ありましたね、そんなことはね。なんて言ってましたっけ。いやなんかね、いやでもちょうどね、そのことがあった場所が近いよ、ちょうど。ああもうここから実際その事件というかさ、はい、まあ、過去のその、はい、カミングアウトですか。じゃあカミングアウトです。積み隠さずと。いやー本当にね、逮捕されそうになりましたよ。もうそれだけ聞いたらもうみんなえっ、うん、最近のことですか。いや最近じゃない、もう全然もう学生の頃、俺が大学生の頃。あのね、じゃしかもめちゃめちゃくだらないことだよ。だってなんてかそんなんで逮捕してどうすんのみたいな。本当になんか意地悪な警察官っていうかさ、ああなんかありもしないことをなんか、いや本当そう、もう冤罪ってこのことだよっていう感じですよ。本当に。じゃあその場所に行きますか。こっちから行こう。アウトです。じゃあその場所まで。いやいや、まあ行きながらその場所まで。ジャンプとかない。ジャンプないですか。そういうのないから。いやなんかね、まだ大学生の時に、はい、まあ、俺車でさ、はい、あの学校通ってたの大学、はい、でその車が、はい、まあ、他の動画で話してるけどホストやって初めて買った車、はい、そのセルシオ乗ってて、はい、でそのセルシオをまあすごいめちゃめちゃ改造してたの、はい、で車高めちゃめちゃ低くてでかいエアロつけててみたいな、まあちょっと、まあ、ビップカーみたいなさ、はい、あれっすよ。当時なんかそういう感じだったから。でまあ、はい、そういう車でさ都内来たりとかすると、はい、まあやっぱ止められんのよ本当に。でまあ本当にその持ち物検査とかさ、あ、まあ、日常茶飯事っていうか、まあ、よくあることなんだけど、はい、でそれがね、まあ、学校行ってて、はい、でその、まあ、帰りだか行きやか覚えてないけど、はい、まあ、まさにここですよ本当に。このね、ここ宇田川交番じゃん、はい、このね、ここら辺で確か止められた。え、じゃあ交番の人ってこと。いや、こう、いや、パトカーだったと思うんだけど。あ、本当ですか。いや、ちょうどここですよ、本当だから。まあ、都内住んでる方は位置感覚わかると思うんですけど。こんな場所で。そう、ここで、はい、あの車、まあ、こっちからこう来てさ、はい、で、止められまして止められて、はい、で、まあ、まあまあよくあることですけど、まあ、持ち物検査ですよ。車内を全部調べられて、でもちろん何も悪いものも持ってないし、はい、特にやましいことはないんだけど、なんか車トランクにさ、はい、カッターナイフだかハサミだか忘れたけど、はい、が入ってて、はい、で、まあ、これはなんだみたいな感じになるわけですよ。なんだっていうか、まあだからさっき言った通りさ、あの車俺改造めちゃめちゃしてて、改造とかも好きだったから、あのまあハンドルか忘れたけど、なんかカッティングシートみたいな感じだ。木目状のシートを、まあ、なんか自分でこうカットして貼ってとかやってたわけよ。それ確かカッターかなんか使ってたんだけど、でまあそれをまあ車に乗せたら、だからそれがなんか、まあ、凶器だみたいな凶器だことを言い出して言い出したらしい。これに使ってますよと俺は説明したわけですよ、はい、で、まあ、そのシール貼ってあるからさ、シールっていうかカッティングシートみたいな、はい、でそれでなんか、いやこれは一回署まで同行みたいなさなって、いやいや待てよとしかも俺学生だし、はい、学校行きゃさ、はい、別にそのハサミだとかカッターとか別に使うだろみたいな、分からんけど、まあ、その授業にもよるけどさ、はい、でもそれでもう
まあ、ずっとなんか討論し合ってさ、はい、まあなんで論破っていうわけじゃないけど、はい、なんかじゃもうだから多分偉いやつが来たんだ。あ、それプラス、はい、もう一人偉い人が来て、話が分かる警察官の人が来て、はい、で説明して、はい、でじゃあ大丈夫ですよってなったんだけど、で俺がその人が来る前に俺が屈してて署まで行ってたら逮捕されてましたよ。ね、粘りがちですよ。あんなんで前科ついてたらたまったもんじゃないですよ、マジで。本当に。まあ、銃刀違反になんのかな、そんな刃渡り7センチとかあるじゃん。はい、カッターハサミでなっちゃうんですか。いや、まあ、何なんだろうね、まあ、どういう、まあ、わかんない、その銃刀法違反で引っ張りたかったのか、はい、なんかもっと多分それをきっかけにもっとさ署に同行させて、はい、なんか他にもっと引っ張りたかったかもしれないけど、はい、なんかにしてもそんなさ、はい、本当に犯罪が行われてるんだったらそれを取り締まるのは分かるけど、はい、なんか暇なのみたいな、どうなのみたいな。それ別にいやでもそういう傾向あるですよ。逮捕する必要がない人をさ、だったらほんともっと悪いことやってるやついっぱいいるやろみたいな。相当イライラしたの。いやマジでイライラっつうか、まあでもあれでもさ泣き寝入りしてる人もいるわけじゃん。ほんと警察ってどうなのと思ったよ。それ確かに。まあまあ人にもよると思うよそれは。だから一概には言えないんだけど、はい、実際そういう経験俺はマジでしてるから、まあ本当にね気をつけてくださいっていうこともおかしいんだけど、まあちょっと本当に違う時は違うってちゃんと言った方がいいし、主張大事ですね。大事大事。まあそんなことがありましたよ。これでどうですか、取れ高。取れ高、取れ高あるの。ということで僕は、はい、前科ありませんので前科よろしくお願いします。健全なエースマンです。僕はもう真っ白です。これで何分ですか。これ今ちょうど10分今超えた。もうちょいなんかもうちょいなんか引っ張りたい。もうちょいなんかもうちょい話ねえけども、うわー綺麗。いやいやいや5分ぐらい話そうか。確かに綺麗。色のグラデーションが全然関係ない話だ。いやだからまあ警察もね、はい、ちゃんとしてほしいですよ本当に。悪いものを取り締まらずに、なんかよくわからないものを取り締まってるケースもあるわけですから。僕も結構まあ言われてみるとそういう経験あったんですか。え、だめだめ。その話広げる。どんな広げます。どんな、まあ、なんか、なんだろう。まあ本当荷物検査なんかそれこそそうっすよね。一番ベタな話っすよ。持ち帰りね、うん、まあ、これ何使うみたいな。まあそれこそ僕もなんか僕もその時17ぐらいの時だったんですけど、うん、なんかベルトのバックルがメリケンサックルだったんですよ、うん、あの形がする。ああ、おしゃれでね。そうそう、バックルがただメリケンサックってだけで、これ何に使うのって言って原宿で僕も15分ぐらい調書を受けます。まあでもまあ確かにそれはまあ言う、まあ、メリケンサックだからね。しかも挙句の果てに没収でした。あ、そう、はい、バックルバックルを。まあそれはでもさ、メリだって俺が言ってるさ、カッターはさ普通に使うじゃん、はい、メリケンサックは普通に使わないじゃん。メリケンサック使うとしたらもうさ、もう障害になるわけだ。それは、それはしょうがないですよ。それはしょうがないでしょ。まあそれおしゃれかどうかっていうところだよね。だから今考えればなんでメリケンサックのバックルなんかつけてるんだろう。それはそれをチョイスしたらどうなんですか、ね、皆さん。いいじゃん。別にいいじゃん。全然面白い。全然キレがないですけど。噂をすれば、おまわりさんがいますよ。噂をすれば、もう打ち消されちゃうんですか。じゃあ、皆さん、警察にはね、まあ、もちろん皆さん自体が悪いことしないというのは当たり前なんですけど、第1話、まあ、警察にもね、気をつけながら、ちょっと言いがかりをつけられても、しっかりね、悪くないんだ、悪くないと、マジで言った方がいいです。
俺が言わなかったら俺も捕まってるわけだから、そう、しっかり主張したことで大丈夫だったわけですから、はい、ということで悪くないならちゃんと悪くない、そうです、主張した、そういうことです、主張しましょうって感じで今日はありがとうございました。ありがとうございました。今日なんですけども、まあ1週間に1回とか2週間に1回ぐらいチートデーっていうのを設けて、体が慣れないんでね、停滞期を脱出するためにやってるんで、チートデーを、まあそのチートデーのね、一日の、まあ、ルーティーンというかこんな感じでやってますみたいな、チートデー密着っていう感じでやっていきたいなと思ってます。ラーメン屋に来てしまいました。